日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらカインズ内にあるカフェブリッコのアフォガード2種とブレンドコーヒー、そしてマフィン9つを食べたいと思います。マフィンといえばなんか少し前にデスマフィンとかいうのが悪い意味で話題になってましたけど、まあこれは大丈夫でしょうね。小ぶりでどれも美味しそうです。それではアイスが溶けると嫌なのでアフォガードから早速食べていきますね。抹茶、どんな甘さがあるのかな。いただきます。カインズって初めて来ましたけど、こういう美味しいスイーツが食べられるお店が中に入ってるホームセンターっていいですね。マフィンしっとり、時にはザクザク、チョコレートのとろっとした甘さも、チョコチップのコリコリも美味しいと思いきや、ちょっとカスタードクリームのとろっとした食感もあったりなんだけど、トラブルも起こった。チョコレートがそして私の大好きなバナナの優しさもある。ホームページにはもっといろんなマフィンがあったんですけど、自分が食べられたのは8種類ですね。あともう一種類あったんだけど、それはについてはこの後すぐに。ごちそうさまでした。まず最初に食べたこちら2種類のアフォガードなんですけど、ミルクアイスのまろやかな甘さに抹茶は少し香り高いほがらかな味わいが、ほうじ茶は香ばしさでちょっとパンチの効いた味付けになっていて美味しかった。コーヒーをかけるのとはまた違った良さがありましたね。でこちらのそのコーヒーはシンプルでほんのり苦味があってスイーツとよく合う味付けになっていました。そしてこちらのマフィン、まず生地については全般的にしっとり系で口の中でスーッと溶けていきましたね。その後に追いかけてくるような同じね、クリームやコリコリ食感のナッツ、チョコレートの甘さ、そしてバナナの優しさなどがいろいろ入ってきに来て、食材ごとに違った味を楽しめて美味しかったです。まあ、自分の行ったお店ではこれの8つしかなかったんですけど、まあ、正確に言うともう一つメロンパンもあるんですけど、自分メロンクリーム食べられないので、なんかお店によっては他の種類もあるみたいですね。また機会があったら食べてみたいな。というわけで今日食べた中だと、やはりこのマフィン、このマフィンのその中でもバナナとナッツが入ったものが、バナナの優しさとナッツのコリコリ食感がよく合っていて一番美味しかったので、今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。